来てくれてありがとうございます。こんばんは。そう、始まる前にね、マックフォールズさん、スパチャありがとうございました。はい、ありがとうございます。ナイスパありがとうございます。そう、ごめんなさいね、なんかね、チャットがね消えちゃってちょっとお尋ねしてしまったんですが、ありがとうございます。くまぷーさん、今日も暑い中お疲れ様です。また素晴らしい歌声聞かせてもらいます。ありがとうございます。こんばんは。ももさんもこんばんは。今日は楽しみたいです。ぜひ一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。ありがとうございます。
伊賀さん、こんばんは。萌香さん、高橋さん、亮太さん、ファンの皆さん、今夜もよろしくお願いします。伊賀さんもいつもありがとうございます。うん、ありがとうございます。ムーサーシさん、こんばんは。のぼうじさんもこんばんは、ありがとうございます。北斗さんかな。さあ準備満タン、何が出るかな、何が出るかなで楽しみにしてくれてありがとうございます。クニナさん、こんばんは。はい、今日はね、はい、みほさん、こんばんは。今日も待機完了、皆さんもよろしくお願いします。ありがとうございます。みほさんもいつもいつもね、見に来てくれてありがとうございます。ワンちゃんね、大変なのにね、ありがとうございます。衣装も七変化で楽しみ、ありがとうございます。今日は黄色です。達也さん、こんばんは、ありがとうございます。香川さん、こんばんは。のぼうじさんもありがとうございます。始まった、ありがとうございます。ビズプーンさん、こんばんは。一億さんもこんばんは、ありがとうございます。 AAA さんもこんばんは。かずやさんも今日は最初から参加してます、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ささやこさんもこんばんは。みっちゃんさん、こんばんは。こちらこそよろしくお願いします。そうね、あ、なべてとさん、楽しみの土曜がやってきました。あ、そうやって言ってもらえて嬉しい。もやかさん、けいさん、皆さんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。あ、びっくりした。野沢さん、けいさん、こんばんは。今夜今夜はうなぎを食べて元気いっぱいですか。あ、そう、今日うなぎの日ですね。食べてないわ。忘れてたわ。そっかそっか。今日はいつもと違うイメージですね。可愛いですよ、ありがとうございます。ごめんね、あのね、あの今さっきさ、びっくりしたって言ったんだけど、このうなぎがさ、うさぎに見えたからさ、ちょっとびっくりした。うさぎ飼ってるからさ。おおと思って。別に、ね、あのうさぎを食べる国もありますけどね。はい、まなぶさん、今日もよろしくお願いしますって。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。のぼうさん、今日も心の栄養補給お願いしますってことでスパチャを投げてくれました。ありがとうございます、ありがとう。君は年齢職、萌香さん最高、高橋さんのギターがかっこいいってコメント来てます。伊賀さん、ありがとうございます。 TM さん、嬉しい、楽しみの時間がやってきました、ありがとうございます。こんばんは。ゆめっちさん、もやかちゃん、けさん、皆様こんばんは、こんばんは。そしてまなぶさんがスパチャを投げてくれました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ナイスパナイスパ、ありがとうございます。わいわいわい、けさんもこんばんは、でありがとうございます。ナイス天然色、ありがとうございます。おきてがみさん、ありがとうございます。むさしさんも、のぼさんもようさんも拍手をありがとうございます。あ、ゆみっちさんがありがとうということでスパチャを投げてくれました。ありがとうございます。先週に引き続きありがとうございます、嬉しい。そよ風さん、こんばんは、ありがとうございます。一億さん、みんなを元気に今夜もお願いしますということでスパチャを投げてくれました。一億さんもありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。オープニングから夏って感じて、そう、夏だからね、今ね、なるべくちょっとハッピーに、まあ、今の曲はね、実はハッピーな曲ではないんだけど、夏に、ようやくなったのかな。なんか雨ばっかりだったけど、そうだから、ね、やっぱ夏をね、皆さんで感じましょうということで、夏の曲多めで今日も歌っていきたいと思います。ヤンピーノイさん、ちょっと出遅れた、こんばんは。毎日滝のように流れる汗をかきながら農作業頑張ってるよ、わら。もやかちゃん、けいちちゃんちゃんってこれテレビ局の人間じゃない。多分これ あれなのかな、わざとなのか、もやかちゃんの後そのまま使っちゃったのか。もやかちゃん、けいちちゃん、ファンの皆さん、こんばんは。今日もよろしくです、だってみなちゃん、あ、全員に、わざとだね、これ、山プリメさん。ファンのみなちゃんになってるもんね。よろしくお願いします、こちらこそ。ありがとうございます。
野沢さん、最近リバーサイドさんと個別にメール交換しております。おその中でマイクチャンネルが3万人突破したこと大変喜んでおり応援してますとのことでした。リバーサイドさんに代わりスパチャそしてよろしくしと伝えておきますということで野沢さんがスパチャを投げてくれました。ありがとうございます。でもいつもリバーサイドさんの代わりじゃなくてもね、野沢さんスパチャ投げてくださっているので本当にありがとうございます。リバーサイドさんね、この前ちょっとコメントくれましたね。忙しいけどね。お、ブッチャさん、高橋さんこんばんは。後ろのお酒ですかって、後ろのやつお酒ですか。あそうなんです、これは、うんうん、スノードルフィンさんが、スノードルフィンさんがね、ファンの方ね、そう、送っていただいたお酒です、群馬の地酒、群馬の地酒で、まあ、地酒って言っても純米 大吟醸なんで、もう全国的に多分売られてると。牧野酒造さんに行かれたらしいんですよね。このちゃんと酒蔵のところまで行かれて、それで買ってきましたって言って送っていただきました。ありがとうございます。スノードルフィンさん本当にありがとうございます。あとでね、早速終わったら飲む。ありがとうございます、本当、よく気づきましたね、ぶっちゃんさん。よく、だって結構 薄暗いからね、見えない、見えづらいけど気づいた、すごい。観察力がすごい。あ、美穂さんいいな、今日はうなぎにしました、だって。いいな、いいな、うなぎおいしい。香川さん、宣伝しておきましたって、ありがとうございます。 TKTK さん、今日のワンピースいいね、ありがとうございます。ヤマピーノーイさん、そうです、わざとです、笑ってきてますね、あのちゃんね。なんかケイチちゃんってすごい新鮮なんだけど。なかなかね、初めて聞いたよ。七尾奈々子さん、こんばんは、暑いから頑張って、ケンナオコのグズグズお願いしますって、スクショしとこ、スクショしとこ、ありがとうございます。でユッキーさん、マカさん、キーさん、皆さんこんばんは。さっきまで卓球の練習に行ってました。おお、もうヘトヘトで、明日の朝の筋肉痛が楽しみです。ということでスパチャを投げてくれました。ユッキーさん、ありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。こんばんは、白木さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。スタミナをつけて暑い夏を乗り切りましょうね。リクエスト曲は森めぐみさんの廃品回収をよろしくお願いします、だって。ありがとうございます、スクショしておきます。廃品回収って曲ある。さん、今日近所から祭り林が聞こえてきました。おお、久しぶりでワクワクしちゃいました。そうだね、お祭りだって2年間やれなかったですもんね。そうだよね、うん、いやこの間でもこの近くも盆踊りはやったけど、はいはい、屋台は出なかったみたいな。やっぱ食べ物はちょっと危険みたいな感じ。食べ物というか、やっぱあんまり密になっちゃうと、うんうん、あ、そっかそっか、やっぱりちょっと危険だからっていう感じなのかな、うんうん、まあ、また流行りだしちゃってるからね。そよ風さん、いつも素晴らしい歌声をありがとうございます。今日も最高のパフォーマンスですということでスパチャを投げてくれました。ありがとうございます、そよ風さん。この前も言ったかもしれないけど、このそよ風さんのアイコンがすごいなんか好き。ありがとうございます。スノードルフィーさんがコメントくれました。ケイさん、日本酒受賞した銘柄ではありませんでした、すみませんのって。あ、そうなんだ、へえ、うん、まあ、ケイさんお酒何でも好きだと思う。送ってくれたことが、純米大吟醸はもう大好き。ケイさんが大好きなお酒だから大丈夫。おー、熱射病で3日間寝込んでました。熱中症か、大変、うわー、そっか、やっぱ水分飲んでてもね、なるときはなるっていうからね、と皆さん日を消してください、はい、直射日光は危険なのでね、まあ、直射日光じゃなくてもなるけどね、暑いをなるべくエアコンも節電しつつ、あんま無理しないようにしてください。そっか、お大事にしてください、和也さん。まだあれかな、ちょっと病み上がりかな、お大事に。小山さん、遅刻しました、すみません。いや、全然、いつもありがとうございます。あ、私も送りたいんですけども、どこに送ったらよろしいんですか。ありがとうございます、ありがとうございます。概要欄YouTube のね、はい、なんだ、概要欄、
があるんですけど、そこにね、送り先、プレゼントの送り先の住所を書いて記載してありますので、よかったらチェックしてください嬉しい、そうですね、嬉しい、すごい気持ちがもう、あ、かにおじさん、こんばんは、今日は、最初から見てます、お、ありがとうございます。一つ質問です。萌香さんの髪、波巻きセットは自分ですか、美容院でセットですか、ということでスパチャを投げてくれました。かんじゅうじさん、ありがとうございます。はい、自分で、コテでね、巻いてからこちら来てます。で、私結構不器用なので、こう巻く、最初から巻くのが苦手なので、こう3本のこう、なんていうの、コテが3本こう繋がってるやつ、それで髪を挟むと勝手に3連になる、なんかこう、三つ編みした時みたいな波巻きになるっていう、挟むだけのやつを使ってますはい、不器用なんでそう、だから楽しいんです、すごい、すぐ終わっちゃう。はい、そうでね、まあ多分皆さんあんま気づいてないかもしれないけど、髪の毛の色を暗くしました、ちょっと赤っぽい、ちょっと少し明るい茶色だったんですけど、ダークブラウンにしました、ちょっと気分でね、そんな気分だったんで、ちょっと暗くしました。ということで皆さん、たくさん今日もねコメントありがとうございます。じゃあ2曲目歌っちゃいたいと思います。じゃあ2曲目ね、こちらも夏を感じてもらえる曲かなと思います。海の声。すませ
おじいさんになってもここで歌ってる海の声でした、はい、ありがとうございます。お、みほさん、海の声を聞くたびに海を見に行きたくなります。あー、バイク乗りてー、笑ということでスパチャ投げてくれました。みほさん、ありがとうございます。あー、バイク乗りてーでかっこよくなったねー、そっか、バイク、そっか、乗るって言ってましたもんね。うん、バイクで海の周りを走るの気持ちよさそう。ビュッフェヒロさん、皆さん夏バテしないように濃いめのカルピスおすすめしますだって。カルピス美味しいですよね。うん、濃いめがいいんだ。カズヤさん、皆さんありがとう、寝転んで参加してますだって。あー、そっか、やっぱまだちょっとあれだね、体調治ってなかった ね、うん、ゆっくりと、うん、とにかくまあ水分取って体を冷やすちょっとね、塩分もちょっと取ってちゃんと。あ、そっか、塩分大事ですね。うんうん、なんか会社の電話番号も書いてあったら助かりますだって。宅急便とか電話番号書かなきゃいけないのでだって。あ、ここの電話番号、ここの電話番号はね、多分書いてあるな。あるか、うん、あ、じゃあ書いてあるかも。ちょっとじゃあ後で確認してみようかな。ちょっと待って、うん、どこに書いてあるのかな。どこかに、多分、うん、あ、そっか、 Facebook とか飛ばないと書いてないかもしれない。パソコン苦手です、私。わらべさん、あ、そっか、それで概要欄がど、あ、でも概要欄ってどこですかって聞かれたこともあるんだよな、そういえば。うん、あの、もえかちゃんのあの、アイコンを、うん、あの、このなってるやつね、このなってるやつをポチッと押すとチャンネルに飛べるんで、まあ、チャンネルに飛ばなくても、あ、ダメだな、チャンネルに飛ばなくてもダメだな、チャンネルに飛ぶと、その、動画とか、あと何だろう、コミュニティとか、なんかそういう並んでるところがあるんですよね。うん、それが一番右側に概要欄っていうか、まあ、とりあえず紹介のメッセージが出てくるところがあって、うんうん、そこの、あの、ちょっと下の方に、うん、あの、書いてあるんです。なんかそう、動画、多分一番最初がね、動画っていうところ、人気のアップロード動画とかってあって、そこの上の部分にこう書いてあって、概要欄一番右なんで、そこをクリックするとバーって出てくると思います。はい、夏ギター爽やかな歌とギターをありがとうございます。ユッキーさん、最高、ありがとうございます。さん、みっちゃんさん、小山さん、拍手ありがとうございます。伊賀さんもありがとうございます。なおころさん、こんばんは、今日もちょっと遅れて参加です。
アイコン褒めていただいて嬉しいです。オリジナルであれば自信を持って怒れるのですが、 Google アカウントに用意されているイラストの選択なので恐縮です。それではもやかさんからいい評価をいただけて光栄です。私そよ風さんのアイコンが好きって言ったことあー、はい、ほやそう、かわいいな、これね、誰が描いたんだろうね、じゃあね誰、すごいです、なんかね、いいなと思ったこの感じ、うん、はるさんかな、こんばんは。高橋さんもハーモニクスナイスです最後のピーンってやつね、やっぱ夏っぽいよね、それ入るだけでね。歌でいつも癒されてます、ありがとうございます。海の声、拍手、バイクで海岸を走るの気持ちいいですね、私も乗りたい。あ、やっぱ電話番号書いてないっぽいですね。あとで追加しといた方がいいのかな。あ、そうだね、うん、あとで終わったらちょっと追加概要欄に追加しておきますお、和也さんが圭一さんへ、吉田拓郎さんがギターの根っこを下げて持つと言ってましたが、圭一さんもですかとのことです。根っこを下げる、あ、こうやって持つってことなのかな。あ、それは拓郎さんの特徴ですよね。でも陽水さんも結構そうかもしれないな。見せ方ですか、それは。なんかそうね、なんかそう、うん、こうやって、 ああいう人たちはあのどちらかというとこう低いローコードを中心にして、まあ、歌うことがメインの人なんで、まあ、なるべくこう抑えやすいコードっていうのがあって、うん、でそれはこう本当にこう1フレットとか2フレット3フレットぐらいまでを使うコードなんだけど、それを抑えるためにはあまりこうなってるとなんかね、あ、ちょっと力が入りにくいというか、うん、こうやって持ってるのが、うん、まあ、あとはひょっとしたらだけどブルース・スプリングスティーンとかがやっぱそういう感じに持ってかっこいいから、そういうのでなんか影響を受けたのかもしれないですね。あ、うん、まあ、ルーツですよね、うんうん、だそうです逆にサンボマスターとかこんなのって言ってケイさんは特に別にあれか、下げたりとかはしないってことですよね、そんなに。そうね、歌って弾く人じゃないし、そうね、一番なんかこう楽に弾ける位置にちょっと調整しながら、うんうんうん、やっぱりこうローコードの時は、まあ、ちょっとこうなるけど、ほうほうほう、ちょっとあの難しいコードに行く場合とかはちょっとだけ、まあ体を持っていくっていう方が正しいかもしれないけど、うんうん、あ、体をね、こうちょっとね、角度、うん、名屋の社長さんは高橋さんだってそうですそうですね、まゆまゆさん、こんばんは、ありがとうございます。お、野沢さん、恒例のもやかチャンネル登録者を増やすため協力をお願います。今回18回目となります。最初に画面下の高い評価をクリック、共有をクリックする、持っている SNS アカウントで Facebook、Twitter、インスタなどを選択、チャンネル登録の依頼、応援メッセージ、配信内容など入力、最初に公開にして、画面下の投稿ボタンを押します。できれば毎週願います。ハッシュタグもつけてねということで、スパチャを投げてくれましたもうなんかだんだん読み慣れてきたよね、ありがとうございます。18回目だって、ありがとうございます。皆さんぜひ、次は5万人を目指すということで、ぜひよろしくお願いします、はい、一人一人がね、誰かに紹介、あの私の存在をこう、はい、教えていただけると、一気にね広がるので、よろしくお願いします。それも大きな力になるので、よろしくお願いします。F1 モンタさん、ライブなのに画質が神、おケイさんのおかげですあ、嬉しい。 4K じゃないけどね、うん、でもね、綺麗ですよね、うん、圭一さん解説ありがとうございましたギターのね、うん、チャンネルを 4K ライブもフル HD で、配信されてるから音声も映像も綺麗ですね置き手紙さん、うん、ありがとうございます、うんうん、山ぷり農園、8月のライブ参加できないかもです。お、
あくまでも予定ですが、姉家族たちが長期間帰ってきて我が家の竹を切ってそうめん流しやバーベキューやらたくさんやりたいことがあるらしく、おっちゃんに休む暇がなさそうですわそうなんですか。でもいいですね、家族で仲良くて。いい夏休みか、いいな素敵素敵、いいね。でも家族の時間も大事ですからね。こんばんは、最高ってありがとうございます、青空さん。おー、ユーミンのリクエスト、ベルベットイースターだって。そう、でもね、ベルベットイースターはね、もうモモさんも言ってくれてるんですよね、確かね。歌うつもりでいます、はい、いつまだあのいつ歌うかはね、決めてないけど、うん、歌おうとしてる。ヤマピーさん、ダメダメ、時間作らないと、だって言いますね。ねえ、まあね、作ってくれたらそれは私としては嬉しいですけどね。ユーミンさんのあの頃のまま、あの頃のまま、知らない、じゃあスクショしとかないと。あの頃のままって曲ね、いっぱいありますね、名曲が。はい、ということでじゃあね、待ってる方もいると思うので3曲目歌いちゃいたいと思います。3曲目、夏川りみさんの「なだそうそう」聴いてください。Thank you.
なだそうそうでした。ありがとうございます。なだそうそう拍手、萌香さんの透き通った高音の声がとても爽やかに聞こえます。野沢さんありがとうございます。素敵、いや耳が幸せ、丸丸さんありがとうございます。なだそうそう拍手、みっちゃんさんありがとうございます。山美濃さん、なんとか参加できるように努力します。笑、ありがとうございます。でもね、家族の時間も大事にしてください。奈良そうそう大好き、ゆきさん、よかった。 Good evening, Miss Moeka. Thank you, Mike Thunderbolt. Thank you. 癒されます、達也さん、ありがとうございます。幸せですね、ありがとうございます、花さん。わいわいわい計算拍手ありがとうございます。今夜は夏のバラードの連続でしっとりできますね、ありがとうございます。カラオケでこの歌を歌おうとすると涙止まらず歌えません、だって。まあ、ラブさんすごい感情が豊かな方なんですね。まあ、ちょっとね、悲しい歌だ、でもさ、ね、そうやってカラオケとかで曲に入り込めるってことですよね、感性豊か。こういうしみじみした曲最高。小山さん拍手ありがとうございます。直黒さんもユッキーさん、沖手紙さん、ゆめっちさんもありがとうございます。お、あんぼさんこんばんは、ただいま参上しました、ピキンですねで、ありがとうございます。沖縄サミットの時2ヶ月沖縄で仕事でした、沖縄の方々優しい人ばっかりでした、ありがとう。あったかい人多いですよね。そよ風さんもありがとうございます。のぼじさん心が満たされる、ありがとうございます。沖手紙さん、勝手に名付けたミーシャの三部作、さよならを言わないままで会いたくて今明日へさよ、あ、2回書いちゃってるのかな、明日へだけ歌われていないのでリクエスト、歌詞のストーリーを追うと別れから愛しさ、それらの思いを抱きながら明日歩き出すのストーリーが完成、この順番で聞きたいのでお願いということでスパチャを投げてくれました、ありがとうございます。あ、寒さくそうだよね、ありがとうございます。少ししとくね、スパチャありがとうございます。ナカライフさん、初見です、素敵な歌声です、だってありがとうございます。ナカライフさん、お、初めましてか、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。グディ、あ、スプリングスライジング Thank you, good morning, pretty lady, だってSorry, I have not visited your show, but I was open or operated onRecently って何だっけ、Recently Only recently Good, thank you, I have... あ、見れないのか、そっか。あ、なるほどね、オペラ行ってたってこと。 Thank you、いい曲ですね、本当にいい曲ですよね。だからやっぱり、ね、夏の歌ってわけじゃないかもしれないけど、なんか夏になると聴きたくなる、歌いたくなる、そんな曲だなって、なんか雰囲気がね、とっても夏らしさがあるので。お、ひびきさん、浜田省吾さん歌って泣きそうだよね、浜田省吾さん歌わないとね。みほさん、高校卒業旅行で沖縄に来ました。お、私も沖縄卒業、卒業旅行じゃないわ、私は違う、修学旅行だ卒業旅行で沖縄に来ました。カフェに行ったら地元の方がお話をしていて全く理解できなかったことを思い出しました。あ、向こうの方言すごいですもんね、同じ日本語なのってぐらい、もう外国語ですよね、完全にね。何話してるか本当に分かんないね。浜田省吾さんもじゃあちょっと近々ね、ライブでね、歌わないとね、皆さん待ってるからごめんなさいね、なかなか歌ってなかった。
リバーサルさん結集でしたっけ、また萌香ちゃんのライブでの素敵な親父ギャグぶっ込んでもらいたいです笑待ってるよリバーサルさん、そう今日もね多分ね来れないんだと思うよ、研修そう今忙しいから修行って言ってた、ね、山本幸太郎さん追悼で三崎めぐりね、あ亡くなっちゃったもん ね、 ね、スクショしておきましたので覚えておきます。まあ早いよね、まあ70ちょっとぐらいだもんね、うん、まだお若いですね。はい、じゃあね次の曲いっちゃおうかなと思うんですけど、次の曲はライブで歌うのはお初になります。前回かな、あ、ちょ、前回じゃない、もうちょっと前だ、何週間前にカバーしたばかりのユーミン様の楽曲になります。それではね聴いてください。海を見ていた午後、この店に来るたび追いかける、うん、
海を見ていた午後でした、うん、沖田亜美さん、夏のバラード最高だね、うん、この曲も本当に素敵だね、うん、バブル時代のドルフィン渋滞、懐かしい青春です直倉さん、人生の分岐点皆さんもありますよね。北斗さん、ユーミンの楽曲はドンピシャ青春で聴くたび本当時が思い出されて涙溢れてくる、うん、素敵、ありがとうございました、最高、ありがとうございます。おおお、そうコメントが、コメントが、あ、ちいすけさん、こんばんは、遅刻しました、ありがとうございます、来てくれてありがとう。山手のドルフィン、海を見ていた午後大好き、ありがとう、で伊賀さん、ありがとうございます。やっぱり有名な曲いいですね。そう、あとユーミンさんのやっぱ歌詞深読みしないと難しいよね、なんかね、これ歌詞がやっぱユーミン様にしか書けない歌詞、すごいなって思う。野沢さん、今から30年以上前に長女長男が年頃で生まれ、その時ちょうど沖縄に2ヶ月ほど出張でした、うん、子供たちが結婚する前に前夜祭でのモート購入した泡盛の亀がコロナで前夜祭ができずに未だにそのまま残っていますもうすでに3年以上の空数になってしまいました。いつ飲もうかなすごい相当芳醇になってしまう、うん、ユッキーさん、涙が出てきますね、ありがとうございます。ももさん、ありがとうございます。ゆめっちさんもありがとうございます。かずやさんもありがとうございます。ゆきさん、こんばんは、初見ですだって。ゆきさん、ありがとうございます。ぜひ聞いてってください、このまま、ありがとうございます。 YYYK さんもありがとうございます、拍手ありがとうございます。笠井やっこさん、この曲のおかげで静かなレストランではなくなってしまった山手のドルフィン、彼女を誘っていったのになかなか入れず苦労しましたちょっと皆さん、いろんなエピソードがいろいろ思い出してくれて嬉しいな。ゆっくりした曲好きだって、弾き語りの時思い出します。萌歌ちゃん、ケイさん、ヤマピー農園からの愛のこもった贈り物なくなりました？なくなりましたよねあとね、ハチミツが残ってるのと、あとは夏の柑橘のスポーツドリンクみたいなやつ、味がね、あのジュースがあと数本とちょっと残ってる、ちょっと残ってる、計算全部飲んじゃったかもしれない一人してていいですね、だって学ぶさん、ありがとうございます。お、そっか、この曲ハイファイセットの山本純子さんも歌って、そうだよね、歌ってるもんね、よく聴いてましたら、そよかずさん、こんばんは、マイヤンさん、こんばんは、萌歌ちゃん、ツイッターで凍結されたままバン、ね、解除できずにごめん、復活できませんでしたってこと、あ、そうなの、え、ガーシーあ、違う違う、ガーシーじゃないマイヤンさんがスパチャ投げてくれました、ありがとうございます。ツイッター凍結たまにあるよね、なんか私も知り合いでいるけど、はなさん、まだ2回目新人ですが、そっか、前回初めて見に来てくれたって言ってた方かな、2回目新人ですが、リクエストいいのでしょうか、ハローマイフレンド、ハローマイフレンド、ありがとうございます。誰の曲だ、ユーミンだね、あ、ユーミンさんか、スクショしておきました、ありがとうございます。全然もう新人さんとかも関係ないんで皆さん全然リクエストはね
全部ちょっと読めないかもしれないですけど、全然後から見ますので、あのリクエストね、その中から選んだりすることもあるので、はい、ぜひお待ちしてます。で今日はね、そう、今日はあのしっとりしたバラード、あの夏のねしっとりしたバラードをメインでお届けしてるんですけど、まあ、次の曲も、あ、始めましょう。あの、はい、次の曲もね、まあ、夏のこうしっとりした、はい、あのアップテンポが好きな方はごめんなさいね。今日はすいませんね、はい、今日はちょっとしっとりした夏の爽やかなねバラードをたくさんお届けしております。あ、夏のイメージソングなんだ。そうなんだ。嬉しい。マイヤさん、先ほど仕事から帰り聞いてます。だって、ありがとうございます。仕事が終わってじゃあすぐに開いてくれたのかな、ありがとうございます。お、ささやかなこの人生、思い出がいっぱいの曲です。いつかライブでお願い。ありがとうございます。あ、じゃあ、 あのレコーディングの曲は聞いてくれてるんですね、ありがとうございます。そうね、ささやかなこの人生も確かにすごい、なんかこう人生だから、こうなんだろう、今聴いたらジーンとくる曲だよね。ありがとう。次の次さん、こんばんは。生配信お疲れ様でございます。まやかさんが時々コメントの感じの見方が不安な時に高橋さんに聞いてる場面が何とも微笑ましくて気持ちが癒されます。ありがとうございます。聞くしかないからね、もう。ねえ、真夏の夜の夢で踊った人は多いはず。みっちゃんさん、手島葵さんの明日への手紙をリクエストします。あー、いい曲ですよね。ということでスパチャを投げてくれました、みっちゃんさん、ありがとうございます。夫婦でありがとうございます。あ、ユーミンさん特集ね、そういうのもいいかもしれないね。じゃあ大丈夫でしょうか。じゃあ次の曲歌いたいと思います。真夏の果実。今夜も冷たい。
の果実、聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。お、マナプさん、スパチャありがとうございます。ありがとうございます。ナイスだ、最高です。風谷さん、ありがとうございます。真夏の果実は仕事の接待で拍手ばかりしていた思い出の曲です。なるほど。大変だ。大変だ。低音から高音まで最高の響き、のぼうじさん、ありがとうございます。皆さん、毎日ありがとうございます。給料日まであと少しだって。スパチャ少なくてごめんなさいって。そうか、あ、そうか、もうすぐね。ありがとう。全然そんな少なくてとか関係ない。もう投げて、あの、なんだろう、コメントくれたりするだけで本当に嬉しいから、もう投げてくれるだけで本当に嬉しい。ありがとうございます。まやかさんの声最高。達也さん、ありがとうございます。
萌歌さん、チャンネル登録者3万100人超えました。おめでとうございます。しかし残念ながら東京のコロナ感染者数に負けてしまいましたちょっと今日今日そんなすごかったの？そんなすごかったっけ？なんかこの東京のコロナもしかしたらね、今日5万人とかいっちゃってる感じ。3万5千人とか、5千人とかそういうじゃない、負けちゃったね私負けちゃったねそうかそうか、そんなにかかっちゃったか、うん、皆さんお気をつけくださいませ。お、足長ポーズさん、こんばんは、はじめましてだって。今日はじめましての方多いですね。ありがとうございます。ぜひ聞いてってくれたら嬉しい。海が自慢の千葉に住んでいたのに、わざわざ湘南茅ヶ崎の海に行ったミーハーな先週の夏なるほどなるほどね、千葉。そっか、でも千葉の海の方が綺麗なイメージがあるけど、それはイメージだけ。いや、まあ湘南よりかは綺麗ですよね。綺麗なんで、多分ね、綺麗だけどちょっとね、流れが結構早いから、ちょっと怖いっちゃ怖いよね。危ないっちゃ危ないか、うん、そうかそうか。でも千葉いいよね。俺も波乗りやってた頃はよく千葉って言ってた。あー、サーフィンやってたって言ってましたもん。マイヤさん、いい歌ですね、泣けてきます。ありがとうございます。うなぎ食べましたか？食べてないんですよ。食べたいそうだよね、だから今日うなぎ食べてる人多いんだね。でも本当はうなぎは冬が旬なんだよね。あ、そうで、夏、うん、夏は旬じゃないから、うん、あんまりうなぎ屋さんが繁盛しなくて、あ、でそれでなんとか繁盛させたいなって言って、江戸時代かなんかね、平賀源内さんが、うん、土用の丑の日っていうのを勝手に決めて、それでキャンペーン貼ったら売れるようになった、うんうん、まあ何でもね、なんとかの日とかはね、人間が作ったものですからね毎日バレンタインデーみたいなもんね。そうですね、バレンタインデーもあれだ、なんか海外では逆なんですよね。ああ、うんうん、あの、まあ、全部じゃないけど、男の人が女の人にあげてるみたいな、逆。それを日本でも実践してる友達がいたそう。お、嬉しい。ケニーチュアさん、シンガポールから応援してますって、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。スーパーの半額シール貼ってるうなぎ弁当を買いましたいいね、いい、賢い賢い次の次さん、改めて萌歌さん、中瀬さんのお二人に癒されまくってます、感謝一言ですだって、ありがとうございます嬉しい嬉しい。若い頃は埼玉に住んでたので湘南に行くのが大変だった。あ、やっぱみんな湘南だったんだね。そうね、湘南はまあまあ、あ、でもな、やっぱな、海岸通りはやっぱ混むからね、うんうん、こっちから行くと、あの、なんだっけ、なんだっけ、横浜新道とか、あの辺はまあまあ、そうな、でもやっぱ混むか。この第三景品は結構幅が広いからビューっていけるんだけどね、うんうんうん、第三のようなバレンタインはチョコレートメーカーの戦略だったどんどん現実的になっちゃう。確かに現実的まあね、あのね、それがいい悪いとかじゃないもんねまあね、そうやって世の中はね、回って成り立っておるということですね。お菓子屋さんの陰謀だなんだって、11月11日ポッキーの日でしょ。あ、そうそうそうそれもね、ポッキーの戦略ねえ、まあ、でもなんかなんとかの日とかあると買いたくなっちゃうね確かにね、人間の心理ってね、そうかもしれない。あ、ごめんなさい、そっかそっか、あれ、ごめんなさいね、ちょっとね、読めてなかったわ。野沢さん、萌歌さん、先ほど山ピノエさんが、クルリンポのリクエストしてました。ごめんなさい、ごめんなさい、なんか飛んじゃってたかもしれない無視したわけじゃないですよお願いします。せっかく可愛いワンピースを着ているのでということで、スパチャ投げてくれましたありがとうございますそうだね、じゃあ、はい、
それではね、一周回りたいと思います。シュール何回やってもシュールなんだけど。はい、覚えてる人はいるかわからないけど、これは森高千里さんの雨歌った時に確か来てた。うん、来てた。ライブでは初めて来たけど、なんかよれちゃった。はい、黄色のワンピースでございます、今日はね。美穂さん、前にくるりんぱもやかちゃん恥ずかしいと言ってたけど、私も実はシャイで読書の時なかなかうまく表現できませんでした。でも旦那にリングで踊るくらいの気持ちで行けって言われて、恥ずかしいの吹っ切って頑張りました。その結果が日本一で、そういう自分を吹き入れることも時には必要だと思いました。頑張れだって。すごいスパチャ投げてくれた、ありがとうございます。スパチャありがとうございます。美穂さん、すごい旦那さんとなんか素晴らしいパートナーって感じがする。あ、ごめんなさい、東京のコロナ感染者は2万5000人でした、だってまだ東京に勝ってますだって。ちょっと減ったんだ。うんうんうん、まだ東京に勝ってました。昨日とかはね、3万全然超えてたもんね。あ、ほんとそっか。うなぎなし丼大学生協コンビニでうなぎなし丼かっこうなぎのタレご飯っていうのが198円で売ってたらしい。いやいやいや、うなぎがいいよね、それは。タレだけでちょっとね。そうなんだ。まあでもなんかタレ美味しいもんね。タレでご飯食べるの美味しいからね。おサーヤさんがスパチャを投げてくれました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。シュールのモイカさん大好き、ありがとうございます。めっちゃシュールだよね。お、だんだん回り方が爽快になりましたね。あ、高橋さんの低音ボイス素敵ですだって。低いですよね。低い方ですよね、男性の中でも。あ、なんかこう甲高いとはあんまり言われたことない、うん、なんかバリトンバリトンテノールとかあるけど。くるりんぱ最高です、ありがとうございます。湘南といえば、若い頃は車のナンバープレートの湘南に憧れていただって。おー、あー、車のね、湘南って、あと数字の前あるか漢字のところね。じゃみんな湘南に行ってたんですね。うん、野沢さんね、ありがとうございます。はい、バリトンバリトンもっと低いか。めっちゃ一番低いもんね、バリトンってね。というわけで皆様、本日のライブ本編、次の曲で最後になります。何も聞こえてこないから残念だけどね。はい、次の曲で最後、本編最後の曲になります。で、まあ、最後の曲は、ずっとね、今夏の、バラード調のね、曲をこうしっとりした感じでね、お届けしたんですけど、まあ最後くらいはちょっとこう、うん、なんだろうな、楽しい感じで終わろうかなと思います。はい、もう最後の時間かーって。ありがとうございます。おきれ神様のおぼえ様、ありがとうございます。
嘘だーと水野さん遅くなりましたといらっしゃいありがとうございます、うん、はい次本編ね最後の曲ですが最後はね、ちょっと勇気が出るというかハッピーな感じで本編終わりにしたいと思います。じゃあそれでは皆さん今日もね本当毎週、ライブ、やってるのにもかかわらずねこんなに来てくれて本当にありがとうございます。それでは本編最後の曲スマイル晴れ渡る空のように。歴史の奥に
来てます。ありがとう、うん。ありがとうございます。すごいはい、アンコールの早速予測をしている方が多分この曲だと思いますね。そうなんだ。でもね。もしかしたらちょっと最近歌ってない曲かもしれません。うん、もう少しお聞きしたいなと思うんですが、時間には制限があるので仕方ありませんよね。短いなと感じるのは参加時間が遅かったからでした。自業自得だって。面白い。それでもね、そうだね、いつも1時間半くらいはねやってますのでね。アンコールありがとうございます。マイカさん、声に乾杯、最高、ありがとうございます。マイアンさんも、ユッキーさんもありがとうございます。そう、瑠璃色の地球と命の歌の予測をしている方が、うん、お、水野さん、スパチャありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。なんてこった、はかりさんのギター最高、まやかさんも最高だ、ありがとうございます。ゆめちさん、スパチャありがとうございます。ありがとうございます。なべてたさん、コロンコロありがとうございます。なおころさん、いつもくじけず漢字読みにチャレンジする萌香さんに投げてくれました、スパちゃんありがとうございます。 ありがとうございます。水野さん、萌香さん、本当何を歌っても素晴らしい歌になってきましたね。ありがとう、最高です、ということで、またまたスパちゃんを投げてくれました。ありがとうございます。ありがとう。アンコールは曲が決まっているの？アンコールのアンコールもありかも。困ったな。今週はあまりいいことがなかったのですが、今日のこのライブで最高の1週間となりましたと言えるようになりました。お、嬉しい、ありがとうございます。ね、人生いろいろありますよね。はい、ありがとうございます。アンコールいっぱいありがとうございます。皆様、野沢さんも、さんもありがとうございます。ワイワイワイケンさん、スマイル最高です、今日いい歌聞けました、そしてアンコールお願いしますということでスパチャを投げてくれました。ワイワイワイケンさん、ありがとうございます。皆さんもいっぱいありがとうございます。アンコール3曲ぐらいあるかもよ。アンコールだらけ、ありがとうございます。アンコールの文字しかもう見えないもん。ありがとうございます。ということでね、皆さんがいつも通りアンコールをたくさんくれるのでもう一曲歌っちゃいたいと思います。ありがとうございます。じゃあ皆さんにね、こんな大変な世の中だけど頑張ろうということでね、乗り越えていこうということで、最後にエールを送りたいと思います。アンコールありがとうございます。今日も本当にありがとうございました。それではアンコールの曲聴いてください。ファイト。
私中卒やからね仕事はもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えてるガキのくせにと頬を打たれ少年たちの目が年を取る悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる私本当は目撃したんです昨日電車の駅階段飛ばした女の薄笑い私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかったただ怖くて逃げました私の敵は私です
来週もお待ちしてます。明日からも皆さんファイト。今日もありがとうございました。